はい。皆さん、こんにちは。金倉瑛菜です。はい。えー、せっかくチャンネル解説したのに、あまり動画出せてなくてすみません。えー、この、ね、大変な時期、えー、まあ、プロ野球も延期され、活動自粛、まあ、外出自粛ですね。になって、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。<laughs> はい。えっ、ー、と、まあ、私、まあ、この動画出すの、本当 シーズンが始まってから動画出していこうかなと思ってたのですが、もういつこのね、プロ野球が開幕されるかわかんない以上、もうさすがに待っていくの、いるのもね、時間のも、もうきついので、今回は、はい、あの、自粛中だからできること、ということで、自粛中だからこそできる動画ですね。えっ、ー、と、 そう、えっと、まあ、ジュリ君の、はい。プロ初ですね。プロ初勝利。プロ初関東。そしてプロ初完封この三つ。と、あと、えっと、七月、2017年、7月26日に起こった、えー、神宮の奇跡。10点差大略点ですね。と、あとは、2018年かな。 2018年、2018年9月4日に起こった、えー、9回6点差大逆転。はい。そしてた、2017年、ちょっと戻りますけど、2017年7月7日に起こった、えー、七夕の悲劇ですね。この6つの代表、まあ、代表作、代表的な試合、3つと、 あとまあ、私の推しのじりくんの、はい、プロ初がつくやつを3つ。プロ初勝利、プロ初関東、プロ初カンプ。この3つの、ちょっと、振り返りをしていきたいかな、なと思います。ってことで、どれから話そうかな <laughs>。そうですねうん。じゃあ、とりあえず代表的な話。 やつから行きましょうか。まあ、代表的というか、まあ、あれですけど、プロ初勝利は、ジュリ君が1年目の、いつだ、5月だったよね、確か、あれ。そう、5月で、とカープ戦でしたよね、あれ。カー,そうカープ戦なんですけどそう、実はですね、私まだ、本当 申し訳ないんですけど、ヤクルトファンになってまだ3年とかなんですよ。それこそあのジュリ君がプロ1年目が終わったオフ、終わった後ですね。だから1年目のオフ、1年目と2年目の間のオフにヤクルトファンになってジュリ君を好きになったんで、そのプロ初勝利の瞬間っての見れてないんですけど、本当に、 ねまあ本当に4月、せっかく先発ローテに、そう、開幕先発ローテに入って、本当にどうね、本当になかなか勝ち星に見放されて、結局5月になったのかな、あれが。そう、で、えっ、ー、と、で、一緒にお立ち台に上がったのが山田ですとか。 なんか、そっからなんか、ジェリ君と山田哲人って仲いいのかな説が <laughs> っていう感じが出てるんですけど、私は。本当に、それとしてね。で、本当になかなかできない中、5月の初めに、あの、はい、ちゃんと神宮で、山田哲人、あの、ちゃんと勝って、哲人とお立ち台に上がって、 すごくね、一番最初のお立ち台は、やっぱりあれが印象的になるよね、本当に。まあ、ファンじゃないんですけど、当時は。当時はファンじゃないし、一切その試合見てないんですけど、<laughs> すごいなと思います。はい。して、多分一番私、私的には、そのプロ初、勝利よりも、あの次のプロ、2回目の勝利の、それが1週間後になるんですけど、 甲子園で、あの、ジュリ君の母親の前で、ねえ、ジュリ君がちゃんと母の日プレゼントとして、それもちょうど母の日だったんで、母の日に甲子園で母の日プレゼントとして勝利を捧げた。もう、あれは幸せですね。<laughs> ファンからしたら本当に素敵なもう本当に親孝行息子だと思います。はい。<laughs> <laughs> はい。そして、本当に、まあそ、それ、それも含めて。まあ、でも、1年目は、6月ぐらいかに、ジュリ君もね、怪我して、もうそのままシーズン終わっちゃいました。終わって、結局、3勝だったのかな、あれ。 そうそう、参照してたのかな参照しかしてなかったんですけど。本当に、まあでも、ねえ、よく頑張りましたよ、本当に。で、次ですね。で、そして1年空いて、それから、まあ1年空いて、私もヤクルトファンになって、ジリ君大好きになって、まあ本当に2017年が開幕しました。まあ2017年の成績はね、本当に、 ひどいもんで <laughs>、はい96杯っていうのを取りましたけど、それでも本当に精一杯みんな頑張ったあれなので、本当にまあね、どうなるかわかんなかったですけど、はい。えー、そして2017年になります。えー、プロ初関東ですね。ジリ君の。あれは神宮楽天戦ですね。 もちろん見てましたよ。<laughs> 見てなかったらやばいですよね、本当に。<laughs> まあでも本当2017年っていうシーズンは本当後から話しますけど、本当になんか結構荒れ狂ってた時代で、なんだろうななんかせっかくヤクルトファンになったのに、めちゃくちゃ荒れまくってた、そう、街が混んでた時とかもあったあって、本当に、 失点が多かったら、多かった分だけ見ないみたいなスタイス,ス,スだったんで、本当にあれ、あの時は、まあ、そう、勝ってたらちゃんと見てたけど、もう負けた瞬、そう、もう、点が、5失点ぐらいしたら、もうそっとテレビの電源切るような時代だった時だったので、本当にまあ、はい。 まあ、当時はまだヤクルトファンになって間もなかったしですし、あれですけど、はい。まあ、そんな中、ええー、6月だったよね。あれ、交流戦だから。はい。神宮楽天戦。はい。乗り元相手に投げ勝ち、さらにプロ初カンプを成し遂げるという。<laughs> ねえ。<laughs> なんか、印象、あの時の試合で印象的なのは、 あの、ジュリ君のピッチングももうすごかったですけど、なんか、一番の、なんかあれは、ジュリ君が、さ、あの、そうそうそう。送りバント。あれは確かジュリ君がバントしたんですよね、確か。バントうん、バントして、したんだけど、確か相手がエラーして、そうで、 奏者がいたから、あれがたまたまタイムリーになって、ジュくん三塁まで行くっていう。あれは良かったね <laughs>。はい。まぁ、あ、ちょっと時間ないので、パパッといきますけど、そして、あれが印象的でした。はい。で、えっ、ー、と、そして、えー、とジュくんのプロ初完封ですね。あれはね、あれ、広島戦だったかな。うん あれも確か広島戦だった気するけどな。はい。プロ初完封なんですけど、あのプロ初完封もね、本当にあれ2018年のプロ初完封。まあ、ほんと去年 ?2018 年だよね。うん。そうそうあれ去年、おととしか。おととしのプロ初完封になるんですけど。いや、あれもね、よかったよね。本当に <laughs>。 あの時が多分一番地理君輝いてたと思う <laughs>。まあ本当にね、前半ひどいもんで、ひどいことしてたけど、後半立て直して、5分、いつ、そう、後半ね、全部立て直して、5試合ぐらいもボンボボボボボボーって言ってたよね <laughs>、あれ <laughs>。確かにあれは、あれは本当にすごかったと思います。交流戦明けですよね。交流戦実はね、私ほとんど見れてなくって、 実はあの、収穫旅行行ってたんですよ。で、あの後、ジュリ君がもう、ブワーって言って、あれは幸せだったね。<laughs> はい。まあ、そんなわけで、まあ、ジュリ君のあれなんですけど、本当はね、あの、そう、代表的な三つのお試合、七夕の悲劇、で、神宮の奇跡、 で、2018年度版の神宮の奇跡ですね。この3つも喋りたかったんですけど、時間がね、もう10分経ってるんで、もうすぐ11分になるんで、ちょっと2つ動画に分けたいと思います。はい。また後で、あの、動画出しますので、えー、お楽しみください。ということで、えー、まあ、とりあえず、今回はジュくんの、はい、プロ初勝利、プロ初関東、プロ初カンプを大雑把に <laughs>、はい、振り返りました。ということで、えー、 今日、今日の、今回の動画はこれ、これで終わりにします。えー、ちょっとまた、後で動画としてますので、代表的な試合についてね。はい、ということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル、今回はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録をしたの概要欄から、高評価、ツイッターのフォロー、コメント、リクエストよろしくお願いします。以上、金倉稲でした。バイバイ。